いいんだけど、こいつら残してってのは結構大変だな。うい、いいよ。まだか。誰か集中かなんか持ってない。攻撃でしないと、この処方。こいつ危険だな、こいつ危険だな。クワトロ隊、このまま戦ってもこちらが不利です。戦力差に加えて無秩序な異星人までいるのだ。苦戦は必然か。コロニーの破砕作業はまだ終わらんのか。考えてもしょうがない係、分かっていたことだろう。彼の言うように思う人もいるはずだって。でも、お父様のことをあんな風に。オーブの獅子、ウズミならアスハ代表か。前の戦争の折、お父様はオーブの理念であるタカ子の争いに介入せずを貫き、連合のツイプラント賛成要請を拒んだ。それに対して連合は、武力でオーブを押さえつけようとし、その結果、多くの人の命が失われた。この頃どうの戦いか。お父様の決定で、あの少年のような思いをした人がいたのも分かっている。だけど、お父様だって苦しみながらお決めになったことなのに、それを。だが仕方ない。だから分かってくれと言ったところで、今の彼には分からない。きっと自分の気持ちでいっぱいで。そしてやるしかないんだ。今自分ができること、すべきことを。アスラン、かがり、君もブリッジに上がってこの戦いを見届けるんだ。待て、お前はどこに行く？この世界、守ってみせる。お、次か？艦長、地球からこちらへと向かってくる艦を捉えました。やっと連合の艦隊が来たのか。戦績は不明。数は1です。行きます。キャー！連合の船ではないの？キングビアル、イオンエンジンの出力安定しています。よし、各機出撃だ。グレンダイザイか。ですが、見たことのないタイプのロボットもいるようです。こちらの、この場のすべての人々たち、こちらはアースガールズのクラインサンドマンだ。我々ニュージーセブンの落下を阻止するためここに来た。
艦長、やっと協力者来てくれましたよ。喜ぶのは早い朝。目的はともかく、彼らが我々の味方である保証はどこにもないわ。それに対応すれば、彼らは我々がユニスムを落下させると見るかもしれない。確かに。アンドマン、格好をつけて出てきたはいいが、俺たちは何をすればいいんだよ。なんか、いろんなグループがいて、誰が敵で誰が味方かよくわからないし。とりあえず、外族とデカは確実に敵だろうぜ。で、あいつのザフトがユニスムを落とそうとしてるってわけかよ。じゃあ、ザフトと戦ってる側の味方をすればいいのね。コーディネートの奴ら、地球をめちゃくちゃにしようとってんなら、このカッペイ様相手になってやるぜ。まだカッペイ、あのザフト様子がおかしいぞ。よく気がついたな、トシヤ。みんな、戦闘状況を分析した結果、ザフトの二つのグループがあるようだ。どういうことです、ジュリーさん。どうやらあっちのチームは発生作業をしている地点へ攻撃を仕掛けようとしている。一方、それがザフトはそれを阻止しつつ、他の組織とも戦っている。つまり、輸入セブンを落下させようとしているザフトと、それを止めようとしているザフトがいるってわけか。じゃあ、その二つのザフトと戦っているのは誰なの？見たところ連合軍みたいだけど、あの軍には僕たちの世界のティターンズが加勢しているようだが、諸君、迷っている時間はない。今我々がすべきことを考えれば、何をやるかおのずとは答えが出る。各機は発生作業を邪魔するジンの部隊と、異星人部隊を攻撃。なお、連合と目される部隊が攻撃しかけた場合、直ちにそれを撃破せよ。言い切ったぜ。了解だ、サンダマン。カッペ、我々は外族の母艦を狙うぞ。分かってた、じいちゃん。あれが海賊の目だってんなら、ここで叩き潰してやる。でも、ティターンズに協力してもしなくていいのかしら。ミスマキバっていうのかな。気にする必要はない。指揮系統と後ろ盾と失った連中は海賊も同様だ。ここは現場の判断でザフトに手を貸すべきだろう。よう、アサー、聞こえるか。俺たちミネルヴァに手を貸すことにしたぜ。やっぱりあの機体、ゼンゼル隊だったのか。なんとか状況を理解してくれたみたいね。カッキー。あの部隊は後ろの味方と判断します。このまま我々と彼らと協力し、テロリストの陣を攻撃します。グローリースター、それにダイザーチーム、我々の任務の邪魔をする気か。こんな状況でエウゴを追うのが任務だったのかよ。ついでに前回もドーム用で仕掛けてきたのはそっだろうか。命令系統が失われた以上、我々は自身の良心と倫理観に基づき行動する。機関らがここまで来て、自己の利益を最優先するようにだ。貴様ら。ティターンズに歯向かうなら貴様らも敵とみなす。ふん、こんな状況でもバックの意向を振りかざすとは、全くもってティターンズ愛に溢れた奴らだ。コロニー落とし、絶対にさせるものか。もう行こうか。加速、集中。あ、もうできん。なんか別にな、チームは全部倒したいわけじゃないんだよ。結局。これ攻撃いいのこれ。移動後の攻撃がない。隣接する味方の外族の攻撃 40%。 そんな効果が。スリザーボットなんだ。ライン超えそうなのは？ジン、あと3機しかおらんやん。これとこれと？どれだ？ん？どれだ？ないそうか。
匂いや。いけいけい。いいね。何ためだ。これで残り2機か。ちょい。じゃあ戦う。防具だな。ウェイ。危ないか。あいつ倒してんな。あ、進んできた。特にねえか。うまいにだ。危ないので、必中が使えない。敵捕捉、距離3000。ハンホイザー。当てられるかな。別な。かねえか。
あそこねえか。工業系の中使っとく。ちょっと気になるけど、まあいいや。おいしい。イベント発生した。親父のデータ通りだ。いけるぞ。そう簡単にやらせはしない。これで決めてやる。落ちろ！間違いない。あいつは忍耐。ああ。ジェリド、あんたには無理だ。魂を重力に引かれている奴には。もうライダー！あの人最後に僕の心に。だからといって何が？落としたね。結構使っちまったからな。こいつだな。当たらな。あ、当たらな。近すぎて攻撃できねえし。よっ。遠慮はしないぜ。撃たれた。こういうのをオールレンジ攻撃って言うんだぜ。当ててる。
ダメージを与えてサポートを任せて。あ、だらんか。やるしかないってんな。やってやるさ。あ、スタッフも寝ぼけてるわけじゃなさそうだ。スタッフ落ちるもんね。どうやった？心が消毒だな。ダソの諸君、頑張ってくれよ。こんなことを言った義理ではないがな。なんか増えたな。いや、忙しいね。あー、来た。あんまりもう、ほったらかしておけない。いいね、すー。一回失敗すればね、SR 無効になると思うんだよね。当てれそう、当てられそう。あ、やばい。あぶねー。ニュータイプがいないだけでプレッシャーになる。狙いをつけただけじゃダメなんだよ。地球を汚染しているだけのティターンズなど出てこなければやられなかったのに。直撃させる。ガンダムといえどもパワー不足だったようだな。結構入ったぞ。バカめ。耐久あるな。
いやー、こいつは足止めできないな。ここエスタル取っちゃうなぁ、参ったなぁ。どこ、足らんな。グランナイツの諸君、合心せよ。あとねえからな。ファンにおしゃべるの難しい。あ、キッポで感情こがないや。はい、むず。言い方こんしねえ。いいねえなぁ。
手巻き。あ、どうですかね。あ、危ないな。I'm gonna...